はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きている山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年8月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。来週の8月2日からは Steam サバイバルフェスが開催されます。サバイバル作品を対象としたセールはもちろん、体験版や近日登場予定の作品も特集されているので、みんな大好きサバイバルゲームチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにサウスオブザサークル。冷戦時代の南極を舞台にした物語重視のアドベンチャー。1960年代の冷戦の最中、ケンブリッジ大学の教授ピーターは調査のために南極大陸を訪れるが、乗っていた飛行機が墜落してしまう。なんとか死を免れたパイロットとピーターだったが、パイロットはコックピットに挟まれて身動きが取れない状態。ピーターは助けを求めるため、吹雪の中かすかに見える赤い光、イギリス軍の前哨基地に向かって歩き出す。吹雪の中を歩くピーターは危機的状況にありながらも、大学の同僚クララとの過去の恋愛を思い返しながら物語は描かれていきます。ゲームのキャラクターアニメーションはフル 3D モーションキャプチャーを使用し、キャラクターのリアルな感情表現は映画を見ているかのような臨場感で奥深いストーリーを楽しむことができます。サウスオブザサークルは2022年8月3日リリース予定日本語対応の作品です。プロジェクトワンダーワッヘ。ドイツ軍の秘密軍事基地運営ストラテジー。第二次世界大戦末期、劣勢に追い込まれたドイツ軍となって、地下に秘密の軍事基地を建築して、戦争の運命を左右するほどの超兵器を開発するシミュレーションです。基地運営にあたっては、定期的にやってくる列車による資材搬入で届く物資を使って、水や電力といった生活インフラを整備し、戦況や基地の運営に欠かせない司令部を設置していきます。ここから地下資源を採掘し、得られた資源を前線に供給することで敵の進軍を足止めすることもできます。前線が持ちこたえている間に基地を拡張し、研究施設を建てて技術開発を行い、様々な兵器を開発してドイツ軍を勝利へ導きましょう。体験版も日本語で遊べるので、気になる方はチェックしてみてください。プロジェクトワンダーオフェは2022年8月3日リリース予定日本語対応の作品です。ギガバッシュ。大怪獣乱闘対戦アクション。何世紀にもわたり地中深くで眠りについていたタイタンと呼ばれる古の怪獣がついに目覚め、特撮映画さながらに街を破壊しながら最強のタイタンを目指す対戦アクションです。最大4人でのローカルプレイに対応しており、怪獣、戦隊ヒーロー、巨大ロボといったそれぞれに個性を持った10体のタイタンたちを操り、王者を決めるデスマッチや2対2のタッグマッチを楽しむこともできます。戦闘アクションは通常攻撃やガード、回避の他に特殊攻撃などがあり、ビルを掴んで相手に投げつけたりもできます。さらには戦いの中で溜まっていくギガエネルギーを使用すると、 S クラスと呼ばれる超巨大タイタンに変身し、圧倒的な破壊力で戦況を一変することも可能です。各ステージにはユニークなギミックが用意されており、キャラクターの能力とステージギミックをうまく活用して勝利を目指しましょう。またシングルキャンペーンも用意されており、それぞれのタイタンたちから見る4つの視点からタイタンたちの起源を追体験することもできます。ギガバッシュは2022年8月5日リリース予定日本語対応の作品です。タイランツブレッシング。イントゥーザーブリーチライクな単性シミュレーション。物語の舞台はタイベリア大陸。突如アンデッドの軍団を率いてやってきた暴君タイラントは、人々に不死の楽園を約束するが、その条件はアンデッドに殺されること。何千人もの人々がタイラントの手にかかり、不死の奴隷となっていく中、わずかに生き残った戦士たちは反乱軍を組織し、暴君タイラントからタイベリアに平和を取り戻すために戦いに挑みます。ゲームはマス目移動の単性シミュレーション。
それぞれに個性のある20人以上のキャラクターが登場しますが、戦闘に参加できるのは3人のヒーローと1匹のペットのみ。戦闘前にキャラクターの特性や能力はもちろん、ミッション内容や地形効果を考え、最適なパーティー編成を整えていくことが重要です。ファンタジー世界を舞台にしたドット絵斜め見下ろし型の戦術重視の単性シミュレーション、タイランツブレッシングは2022年8月9日リリース予定、日本語対応の作品です。アーケードパラダイス。1990年代を舞台にしたゲームセンター経営アドベンチャー。家族経営で切り盛りしているコインランドリーを任された主人公のアシュリーは、物置でアーケード筐体を見つけます。そこからアシュリーは退屈で儲からないコインランドリーを街で一番クールなゲームセンターに変貌させていくといった物語。ゲーム序盤はコインランドリー業務がメインとなり、お客の服の洗濯や乾燥、店の清掃、ゴミ捨てといった仕事をこなしながら、少しずつお金を貯めて新しいアーケードゲームを購入し、アーケードパラダイスを作り上げていきます。購入できる35種類以上のゲームはアクション、レース、シューティングなど様々なジャンルのゲームがあり、なんと全てプレイすることが可能で、さらに最大4人でのローカルマルチプレイもできるとのことです。アーケード筐体で埋め尽くされたあの頃の懐かしいゲームセンターを作れるアドベンチャー。アーケードパラダイスは2022年8月11日リリース予定、日本語対応の作品です。グリッドホース。マス目移動の弾幕系 RPG シューティング。マス目で構成されたグリッドの中を敵の弾幕をかいくぐり、キャラクターを操作して戦っていくグリッド型戦略アクション RPG と記載がありますが、体験版を遊んだ感じではキャラクターの成長要素のあるシューティングゲームといった印象です。漫画の小回りのようなアニメーションで展開される物語は、記憶を失った主人公ドナが、かつて共に戦った仲間と力を合わせて多文化で形成された仮想世界ゴラを支配する女神たちを倒し、未来を救うといった物語。戦闘は限られたマス目内をリアルタイムに移動しながら敵と戦うシューティング。キャラクターごとに攻撃手段や属性が異なり、敵との相性や属性に合わせてキャラクターチェンジさせながら戦っていくことになります。各キャラクターたちは経験を積むことで成長し、戦闘で役立つ様々なアクティブ・パッシブスキルをアンロックしていく成長要素も楽しめます。またキャラクターたちにもそれぞれの生き方や願望などがあり、会話中の選択肢によって物語は大きく変化し、隠された秘密が明らかになっていきます。グリッドホースは2022年8月11日リリース予定、日本語対応の作品です。カルト・オブ・ラム。見た目はキュート、中身はカルトな教祖誕生アクションゲーム。プレイヤーは処刑寸前に謎の存在により怪しげな力を与えられ、命を救われた子羊となってカルト教団を立ち上げ、信者を集め宗教統一を目指すゲームです。ランダム生成された5つの地域を探索し、異端教団の教祖を打ち倒し、自らのカルト教団の信仰を広めていきます。戦闘だけではなく拠点建築要素もあり、資源を集めて建物を建てたり、不気味な祭壇を作り、忠実な信徒たちに闇の儀式や説法を行い、信仰心を高めて教団を成長させていきます。可愛い見た目の割には中身はがっつりカルトな作品。体験版も日本語で遊べるので、気になる方はチェックしてみてください。カルト・オブ・ラムは2022年8月12日リリース予定、日本語対応の作品です。バックパックヒーロー。荷物整理をテーマとしたダンジョンローグライク。定番のデッキ構築のカードゲームをアイテムに置き換えたユニークな作品です。ゲームはダンジョンを探索していくキャラクター、ネズミのパース、カエルの塔とロボの CR8。 体験版ではネズミのパースしか使えませんが、それぞれに特徴と目的を持った3人がダンジョンに挑みます。ダンジョン内での戦闘やイベントで手に入る200以上のアイテムを取捨選択しながら、魔法のバックパック内で管理していくゲームです。本作の特徴となるのが荷物整理。それぞれのアイテムには独自の効果があり、適切に配置することでアイテム同士は相乗効果を発揮し、アイテムの能力は大きく変化していきます。
ただしアイテムによってはマイナス効果を発揮してしまう配置もあるので注意が必要です。レベルアップすることでバックパックのスペースは拡張され、どんどんアイテムを詰め込むことができますが、アイテムの配置に頭を悩ませるところが難しくもあり楽しいポイントです。体験版もありますが日本語には対応していません。バックパックヒーローは2022年8月15日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。リトリートトゥエネン、遥か遠い未来を舞台にしたオープンワールドサバイバル。西暦3600年、数世紀にわたる戦争、社会経済の破綻、天災による大混乱により人類は絶滅の危機に陥った。わずかに生き残った人類は再び同じ過ちを繰り返さないために、癒しと平和、そして自分たちが属する生態系とのより良い共生関係を築こうとしていた。こういった世界背景のある時代に生まれ成人となった人々は自然と一体となって生活することを義務付けられた世界。主人公であるプレイヤーも自然豊かなことをエデン島で生きる術を学んでいくといった物語です。ゲームは終末世界を生き残るハードなサバイバルではなく、ゆったりと自然と調和しながら生きる術を学んでいくといったコンセプトがとてもユニークで、世界観や雰囲気はとても柔らかい印象です。そういった感じのサバイバルゲームですが、生き残ることは結構ハードかもしれず、和やかな世界で非常にシビアなサバイバルを繰り広げるというギャップも面白いかもしれませんね。リトリートトゥエネンは2022年8月1日リリース予定、日本語未対応の作品です。ザ・モーチュアリー・アシスタント、死体安置所で働くホラーアドベンチャー。死体の消毒や防腐処理、修復などを行う、日本ではあまり聞きなじみのないエンバーマーと呼ばれる職業をテーマにしたホラーアドベンチャーです。エンバーミングの学位を取得した主人公レベッカはリバーフィールズ遺体安置所で新人エンバーマーとして働き始めます。ある夜遅く、先輩のエンバーマーの代わりに遺体の処理の仕事を任されたレベッカは、遺体安置所で起こる恐ろしい出来事に巻き込まれていきます。ゲームは一人称視点で展開し、エンバーマーとしての業務を体験するとともに、プレイヤーが行ったいくつかの行動に応じてランダム化された恐怖を体験することになります。いまいち再生数が伸びなかった最強に怖いホラーゲームを作るときに結構プレイ動画を見ましたが、このゲームの動画トップクラスに怖かったです。無料の体験版もあるので怖めなホラーが好きな方にはおすすめですが、日本語未対応で専門用語もちょっと多いので、英語がわからないとゲームが進まなさそうな印象です。ザ・モーチュアリー・アシスタントは2022年8月2日リリース予定、日本語未対応の作品です。ハードウエスト、ダークファンタジーな西部劇シミュレーション。西部開拓時代とダークファンタジーを融合させた斜め見下ろし視点で展開する単性シミュレーションです。主人公は悪名高い無法者ジン・カーター。高場で聞きつけた儲け話、連邦政府の金を輸送する列車ゴーストトレインを襲撃するため仲間を率いて列車に乗り込むが、予想だにしない事態に巻き込まれ悪魔に魂を奪われてしまう。カーターは奪われた魂を取り戻すべく悪魔の行方を追うといった物語。戦闘はアクションポイントを使ったマス目移動の単性シミュレーション。銃や近接攻撃はもちろん、魔法や瞬間移動など幅広い戦術を駆使して戦っていくことになります。特徴的なのが、敵を倒すことでブラバトと呼ばれる無鉄砲状態となり、アクションポイントが回復し複数の敵を連続して倒すことができます。奪われた魂を取り戻すため無慈悲な世界で生き残り荒れ狂う西部を進むダークファンタジーな西部劇シミュレーション。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ハードウエスト2は2022年8月5日リリース予定、日本語未対応の作品です。キャンプキャンユーウッド、キャンプ場再建アドベンチャー。一風変わったアートスタイルと奇妙なキャラクターたちが印象的な本作。プレイヤーは新米キャンプカウンセラーとして、放置されたキャンプ場にかつての賑わいを取り戻すため、
施設の建設や改造を行いながらもやってくる子どもたちにアドバイスして楽しい夏の思い出を作ってあげるゲームです。子どもたちは釣りやアーチェリー、虫捕りや星空の観察などのアクティビティを通して最高の時間をこのキャンプ場で過ごしていきます。プレイヤーは彼らの個性や好みを把握しながらアドバイスして健康と幸福度を維持していかなければなりません。なぜなら子どもたちは重要な収入源です。キャンプ場で楽しんだ彼らは家に帰り両親に報告。それを聞いた両親はキャンプ場に多額の支払いをしてくれるといった出来高払いのシステムみたいです。またキャンプ場にはクマやヘビといった自然の脅威や超自然的な脅威も登場します。大事な収入源であるお子様たちをそういった危険から遠ざけ、キャンプ場で最高の体験をしてもらいましょう。キャンプキャンユーウッドは2022年8月5日リリース予定、日本語未対応の作品です。ツーポイントキャンパス、はちゃめちゃヘンテコ大学運営シミュレーション。ユニークな病院運営シム、ツーポイントホスピタルを手掛けた開発元の作品、ツーポイントキャンパス。簡単操作で夢のキャンパスを建設し、ユニークな職員を雇い、地域でトップクラスの大学を目指しましょう。本作もウィットに富んだコメディ満載のゲーム作りとなっており、通常の大学とは違い、多種多様な愉快で楽しい学科で学ぶことができます。例えば騎士学では中世の甲冑をまとい、馬上槍の使い方を学ぶことができたり、美食学では学生たちが巨大ピザや巨大パイなどを発明します。人面だけが全てではありません。本校を通して人生の喜びを学んでもらいましょう。ツーポイントキャンパスは2022年8月9日リリース予定、日本語未対応の作品です。ファーゼストフロンティア、未開の荒野に集落を築くコロニーシミュレーション。開拓者の一団を率いて資源収集、狩猟、漁業、農業を行い、未知の荒野に新しい町を築き上げていくゲームです。本作の特徴は品数の多さ。原料となる資源は14種類、飼料、魚、狩猟動物などの食料は17種類、さらに食用の穀物としては10種類が存在し、クラフトや生産できるアイテムは32種類とかなり多く、多層的なゲームシステムになっています。特徴は品数の多さだけではなく、これまでにない独自の農業システムを構築し、それぞれに特徴のある作物栽培は農業ローテーションを考え、草や岩などを取り除いて土地を耕作していくことはもちろん、土壌の用肥土管理、暑さや糖害対策、疫病対策などかなり詳細に作り込まれているとのことです。また細かく作り込まれているのはゲーム内容だけではなく、グラフィックも細かなところまで美しく作られています。個人的に思うのは、細かく作り込まれたゲーム内容だけにゲーム自体が複雑になりすぎていないか少し気になるところです。ファーゼストフロンティアは2022年8月10日リリース予定、日本語未対応の作品です。シティアイ、監視カメラを操り街を守るシミュレーター。中央監視システム、シティアイのオペレーターとなって、街中で発生する犯罪を追う警察官をサポートするゲームです。ゲームは街中の地図を使って危険な場所を監視して犯罪行為を見つけていく。容疑者を警察から逃がさないように追跡し、写真を作成して犯罪者を追い詰めていきます。また犯罪は一つだけではなく同時に発生することもあるので、注意深い観察と迅速な判断が重要。シティアイは2022年8月13日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回はスチームで2022年8月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様、明日の良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。